M1917 エンフィールドは第一次世界大戦期のアメリカ合衆国で開発されたボルトアクション小銃である。イギリス製の303口径小銃 P14 を原型にアメリカ軍の正式小銃弾30から06スプリングフィールド弾を射撃できるよう後傾を改めたモデルでアメリカンエンフィールドと通称されるほかしばしば誤って P17 p1917、パターン1917などとも呼ばれる。正式名称は、ユナイテッドステーツライフルカロリー30モデルオブ1917。1917年から1918年にかけて生産された。第一次世界大戦勃発前、イギリスは主力不標銃として SMLE 小銃を配備していた。しかしセメリ e が使用する。 303ブリティッシュ弾はもともと黒色火薬を使用する銃弾で弾装や弾体による装填には不向きであり、ドイツ製のモーゼル小銃やアメリカ製のスプリングフィールド小銃と比較してもエセメリーの長射程での正確性は劣っていた。これを受けてイギリスでは新型弾薬及びそれを使用するための新型小銃の設計が始まった。こうして開発された 新型小銃 P13 のデザインは、ドイツ製モーゼル小銃に強い影響を受けたデザインで、より強力なリムレスの新型銃弾は、276エンフィールド弾と呼ばれた。生産性の高さも重視されていたものの、結局は、配備を待たずして第一次世界大戦が勃発してしまう。戦争が始まると、間もなく、イギリスは生産力の不足から消火器不足に陥り、 アメリカの軍需産業に対して生産の契約を持ちかけたのである。また供給上の問題から P13 は従来の303弾を使用するように改良され、この改良型小銃は P14 と呼ばれた。主要な生産はウィンチェスターとレミントンが担当したほか、ペンシルバニア州エディストンにあるレミントンの子会社、ボールドウィン機関車も生産を担った。このため、 アメリカで生産された P14 の国印には、ウィンチェスター、レミントン、エディストーンの3種類がある。M1917 を担いたアメリカ軍人アメリカが第一次世界大戦に参戦すると、イギリス向け需要に加えて、アメリカ軍における小銃の需要も高まった。当時、アメリカ軍では正式小銃として、スプリングフィールド M1903 小銃が、 採用されていたが、大規模な動員の結果、生産数が不足し、配備が滞るようになった。スプリングフィールド造兵省では、M1903 の増産を試み、軍縮に伴い、M1903 の製造を中止していた。ロックアイランド造兵省でも製造が再開された。それでも人材及び材料の不足のために調達は滞り、これを補う努力の一環として、 旧式のスプリングフィールド M1892 などが新兵訓練用の小銃として持ち出された。こうした中で新たに機材や人員を揃えて M1903 の製造拠点を確保することは難しく、すでに生産体制が整っている別の小銃を代用品として調達する計画が持ち上がったのである。そしてウィンチェスター、レミントン、ボールドウィンが イギリス政府との契約に基づく P14 の生産をちょうどこの時期に完了したため、そのままアメリカ軍向けに P14 の製造を継続させ、これを M1903 の代用少獣とすることとなった。当初は303口径のまま調達することも検討されたが、2系統の少獣弾を採用すると供給の混乱を招く恐れがあり、またアメリカ製、 30から06スプリングフィールド弾は303ブリティッシュ弾よりも先進的で優れた弾薬とみなされていたため30後継への設計変更が決定したこの小銃はユナイテッドステーツライフルカロリー30モデルオブ1917として正式採用されることとなる1917年5月10日最初の試作品が3メーカーから スプリングフィールド造兵賞へと提出された。三重後継 A の設計変更自体は構造上容易だったが、P14 小銃の部品の一部が手作業で製造され、互換性が失われている点が問題視された。7月12日には改良を加えた試作品が提出されたが、さらに改良が必要と判断され、この時点で3メーカーに対し改良と並行して、 生産に踏み切るか、改良及び部品標準化の完了まで生産を延期するかの選択が迫られた。結局、ウィンチェスターのみが先行して生産を開始することになったが、前線ではウィンチェスター製小銃の部品を完成に関する批判が相次いだ。谷メーカーにて改良が完了した後は、ウィンチェスター製の先行生産分にも互換性を。 保った部品が段階的に組み込まれていった。この時の改良による部品の標準化により、1兆あたり42ドル程度だった P14 に対し、M1917 は26ドル程度まで値段が下がっていた。先行生産分の部品を完成の問題の他にも、イギリスとアメリカの設計思想の差による苦情や混乱がいくつか指摘されていた。例えば、m 九百十七は、 コックオンクロージングメカニズムを採用しており、コックオンオープニングメカニズムを採用する M1903 とは、使用感が異なっていた。マガジンカットオフが行えないことは、実戦ではさほど問題にならなかったが、断層が空になった際には、手でフォロワーを押し込まなければ、ボルトを閉じることができず、強レンジに混乱が生じた。効果を断層にねじ込み無理やり固定することで、 対策としたものもいたほか、後には強連用機材として、板金製の留め具が調達されている。一方、M1903 よりも重量がありかさばるという、指摘は純粋な問題点だった。このため、遠征軍の大部分が M1917 で武装することになった後でさえ、少なからぬ兵士が M1903 を好んだと言われている。付属品としては、 P14 と同型の銃剣が M1917 銃剣として採用され、ウィンチェスター及びレミントンによって製造された。この際、イギリス向けに製造された P14 銃剣の一部もアメリカ軍によって購入されている。その他、M1903 と同様にビバン・ベシエール発射機あるいは VB 発射機として知られるフランス製小銃的弾発射機をコピーしたものが、 取り付けられることもあった。M1917 向けのピラー線デバイスの設計も試みられたものの完成前に急戦を迎えたことで頓挫している。レミントン社による生産拠点はイリオンとエディストンの工場に置かれる。またウィンチェスター社ではニューヘブンの工場を M1917 の生産拠点に定め同工場における M1917 の生産数は M1903 に比べておよそ2倍だったとされる。最終的な生産数はウィンチェスター製が465,980兆、レミントン製が545,541兆、エディストン製が118,908兆だったとされる。M1917 は M1903 とともに正式小銃として配備されていたが、 その割合はすぐに M1903 を上回った。1918年11月11日の段階で、フランスに展開したアメリカ遠征軍のおよそ75%は M1917 で武装していたという。M1917 は、アルビン・ヨーク軍装が名誉勲章を受ける要因とも、なった1918年10月8日の戦いで、使用した小銃としても知られる。 ヨーク自身の日記によれば、M1917 に加えて、M1911 拳銃も所持していたという。なお、ゲイリー・クーパー主演の映画、ヨーク軍装では、M1903 とルガー拳銃が使用されていた。休戦後、軍部では、M1903 と M1917 のどちらを正式装備、また、どちらを純正式装備に指定するべきかという議論が起こった。 M1917 は対戦を通じて不標銃として十分優れていることが実証され、また議論の時点ですでに大量に配備、備蓄されていた。一方、M1903 は対戦中の配備こそままならなかったものの、あらゆる点で M1917 よりも優れた小銃とみなされていた。また、M1903 は 主に官営造兵将で生産されており、将来的な調達の際に労働争議などの問題に悩まされずに済むという点も指摘されていた。結局、M1917 は純正式装備に格下げされ、M1903 へと更新された後、大部分は予備装備として保管されることとなった。戦艦機には民間への放出も始まり、両銃やスポーツ銃として使われた。また、 レミントンではモデル30として知られる M1917 のスポーツモデルが設計、製造された。第二次世界大戦中には訓練用小銃として、あるいは広報部隊向けの装備として、再び M1917 の配備が行われた。例えばアメリカ陸軍の科学迫撃砲部隊は依然として M1917 が配備されていた。開戦当初に、 M1 ガーランドが不足した折には、M1917 が砲兵隊向けに配備され、以後も北アフリカ戦線では、砲兵隊や迫撃砲部隊に向けて配備されていた。第101空挺師団所属の空挺隊員、チャールズ・ E ・ピーターソン少佐は、フランスにて、砲報部隊が M1917 を使用しているのを目撃したとしている。 フィリピン自治連邦区軍やフィリピン警察軍も M1917 を使用した。フィリピン第二共和国の時代には日本軍指導下の警察部隊だけではなく、ユサフヘゲリラなどの抗日ゲリラによっても使用された。第二次世界大戦期には余剰装備として保管されていた M1917 が再調整を受け、訓練やレンドリースポーに基づく対応武器として使用された。 この調整の際、金属部品に対するパーカライジングや表面磨き、木製重傷の交換などが行われている。多くは、英国購買委員会を通じて、イギリスへの対応武器となり、1940年夏には61万5千丁兆が、1941年には1 1 9千0兆が、英本土へ届けられ、ホームガードなどの装備に使用された。 これらの M1917 は旧式で303弾を使用する P14 と区別するため重傷に赤い帯模様が描かれていた。その他、ビルマインド戦線に展開する国民党軍やフィリピン軍、自由フランス軍などで使用されている様子が写真に残されている。アイルランドの地域防衛隊でも支給された。地域防衛隊はホームガードに類似したパートタイム部隊であった。 デンマークやノルウェーでも M1 ガーランド到着以前の暫定的な装備として M1917 が支給されていた。スポーツライフルとして改造された M1917。メドガーエバース暗殺時に狂気として用いられたもの。第二次世界大戦後 M1917 はほぼ完全に第一戦を退いた。朝鮮戦争では狙撃銃として使用されごくわずかながら、 ベトナム戦争にも投入されている。また、中東やアフリカの紛争でも放出された M1917 が、しばしば使用された。現在でもデンマーク海軍の精鋭部隊、シリウス行きゾリパトロール隊では、儀礼用小銃として、M1903 や M1 ガーランド、M14 などとともに、M1917 が使用されている。ありがとうございます。